数千年前、高度な文明を持つ伝説の海底都市アトランティス、その存在は真実なのか、それともただの神話なのでしょうか。こんにちは、世界の百科事典です。今回は遥か昔に栄えたとされるアトランティス大陸が本当に存在したのか、その他の海底文明などについても追求していきます。アトランティスの伝説といえば、多くの人々が最初に思い浮かべるのは古代ギリシャの哲学者プラトンの記述でしょう。彼のティマイオスやクリティアスにおいて、アトランティスはアテネの前の強大な帝国として登場し、一夜にして海の底に沈んでしまったといいます。プラトンが記述したこの物語は、後の多くの著述家や探検家たちを魅了しました。多くの人々がアトランティスを探し求める冒険の旅に出たり、自らの説を立てる基盤として利用したのです。この一連の動きは、アトランティスが実在する可能性を広く知らしめ、多くの論争や議論を引き起こしました。またプラトンの記述以外にも、アトランティスに関連するとされる伝説や伝承は世界中に存在します。例えば南米の先住民族には、大洪水の後大陸が沈んでいったという物語が伝わっています。これはアトランティスの物語と一致する部分があるため、世界的に流布した伝説なのか、それとも異なる起源を持つのか、今でも論争の的となっています。さらにインド洋や太平洋の島々にも、かつて存在したが失われた大陸や文明に関する話が伝わっています。これらの伝承がアトランティス伝説とどれほど関連しているのかは不明ですが、異なる地域で同様の物語が語られることから、何らかの共通した出来事や記憶が元になっている可能性があります。この辺りで一度アトランティス自体の描写について触れておきましょう。プラトンの記述によれば、アトランティスは金や銀、そして多くの希少な鉱石であふれていたとされます。また高度な技術や文化を持ち、強大な軍事力を誇っていたとも言われています。中央には大きな神殿があり、水路や運河で結ばれた都市で繁栄を極めていました。しかしその後、神々の怒りを買い、大洪水によって一夜にして海の底に沈んでしまったとされるのです。このような描写から、アトランティスは単なる伝説だけでなく、実在した可能性も考えられます。しかしその真実は未だ明らかにされていないため、我々はさらなる探求を続ける必要があります。まずアトランティス大陸の実在の可能性を支える一つとして、地質学的な変動と大陸の移動の存在を挙げることができます。地球の歴史を振り返ると、大陸は絶えず動いており、一つの大きな超大陸から分裂し再び集まるというサイクルを繰り返しています。このような大陸の動きを考えると、数千年前に存在したとされるアトランティスも大陸移動の一環として海底に沈んでいった可能性が考えられるのです。実際大西洋の中央海嶺を中心に多数の地震や火山活動が確認されており、こうした活動が大陸の沈降や上昇を引き起こすことも示唆されています。さらに海底探査によって多数の古代の遺跡や工作物が発見されています。これはかつて海上に存在した文明が何らかの原因で海の底に沈んだ証拠として捉えられています。例えばカリブ海や地中海の深海部で発見された神殿や道路のような遺構は、かつての文明の痕跡として注目されています。これらの発見から、アトランティスのような大陸や文明が実在した可能性は高まってきていると言えるでしょう。特に近年の海底探査技術の進化によって、これまでに見つかっていなかった遺跡や遺物の発見が期待されています。過去の気候変動と文明の消失はどのような関連があるのでしょうか。歴史的な記録や地質学的な証拠から、数千年前には大規模な気候変動が発生していたことが知られています。このような気候変動は海面の上昇や大洪水、そして極端な気温の変化を引き起こし、多くの文明を崩壊させる原因となったと考えられています。具体的には、紀元前2000年頃の突然の気温低下や、それに続く乾燥化がメソポタミアや古代エジプトなどの文明に影響を与えたとされています。このような環境の変化がアトランティスの沈没の原因となったのかもしれません。これらの科学的証拠からアトランティスの存在の可能性を考察することができます。次に、この伝説の疑問点や他の海底文明についても詳しく探ることにしましょう。まずアトランティス伝説の信憑性の核心といえるのが、プラトンの記述についてです。プラトンはアトランティスに関する最初の史書を残した哲学者として知られています。しかし彼の記述は本当に信じるに足るものなのでしょうか。実は彼の記述にはメタファーとしての側面が強く、
彼の思想や哲学を示すための比喩としてアトランティスが利用されているとの指摘もあります。例えば彼の著書ティマイオスやクリティアスでは理想的な都市国家としてアトランティスが描写されています。ここでアトランティスの存在を裏付ける地理的な証拠とそれに関する疑問点について触れてみましょう。現在の科学的な地図や海底の探査結果をもとに考えるとプラトンが述べた場所に大規模な失われた大陸が存在する証拠は見当たりません。具体的にはアトランティスが存在したとされる大西洋には大陸の存在を示す地質学的な証拠や遺跡は発見されていません。これはアトランティス伝説の信憑性を一層薄れさせる要因となっています。さらにアトランティスの伝説だけでなく世界中には失われたとされる文明や都市の伝説が数多く存在します。これらの伝説とアトランティスとの関連性はどのようなものなのでしょうか。例えば太平洋に存在したとされるムー大陸やアジアに伝わるシャングリラのような伝説も同様に史実としての証拠が乏しいものとなっています。これらの伝説が示すのは古代の人々が理想的な都市や文明または過去の偉大な文明の滅亡を象徴として語り継ぐことの重要性かもしれません。これらの疑問点を踏まえるとアトランティスの実在については様々な見解や解釈が存在することが明らかとなります。次に他の海底文明の可能性について詳しく探ることにしましょう。ムー大陸の伝説もまた多くの人々の想像をかきたててきました。この伝説によれば太平洋にかつて存在した巨大な大陸が何らかの理由で水没してしまったとされます。太平洋の多くの島々の文化や伝説にこの大陸の存在や滅亡に関する話が伝わっています。例としてハワイやポリネシアの民話には大陸が水没する前の先住民の話や大陸とのつながりを示すような物語が存在します。アトランティスやムー大陸だけでなく海上や海底には古代の都市や遺跡の存在が示唆されている場所が数多くあります。特にインド洋に位置するインドの沖合や地中海沿岸では海上での考古学的発掘が行われ数千年前の都市や遺跡の存在が確認されています。具体的にはインドの沖合で発見された遺跡や地中海のアレクサンドリア沖の沈没都市などが挙げられます。近年高度化した技術のおかげで海底考古学の分野も飛躍的に進展しています。この分野の研究者たちは深海に眠る遺跡や文明の痕跡を発掘解析し古代の海洋文明や海上交易の実態を明らかにしようとしています。その中でカリブ海の海底で発見された巨大な石造物や日本の沖縄県周辺の海底で確認された階段状の石造物など未解明の文明の痕跡が見つかっています。これらの発見や伝説を通じて海底にはまだ未知の文明や歴史が数多く眠っている可能性が高まってきました。次にアトランティス伝説の真実性や未知なる海底文明への期待について詳しく考察していきましょう。アトランティスの存在について私たちが持つ結論はその実在性は未確認であるというものです。なぜならプラトンの記述以外に明確な歴史的記録や科学的な証拠が存在しないからです。しかしその描写や詳細な記述型の文明の伝承や史記に影響を与えたことは確かです。例えばメソポタミアやインカの神話にも類似する大災害による滅亡の伝承が存在します。科学技術の進化とともに私たちの海底探査の範囲と精度は大幅に向上してきました。この進化がもたらす最大の利点は以前は探査が困難だった深海の領域にアクセスし新たな発見をすることが可能となった点にあります。実際カリブ海や地中海の深部での発掘活動により古代の都市や遺跡そして未知の生態系が明らかにされています。海の深みにはまだ私たちが知らない文明や歴史がたくさん眠っていると信じられています。探査技術の進展や新たな方法の導入によりこれからも多くの驚きや発見があることは間違いありません。例を挙げると日本の沖縄近海で発見された階段状の石造物や北欧の海底で見つかった遺物などこれらの発見は私たちの歴史認識を一新させる可能性があります。最後にこのチャンネルでは古代、宇宙、歴史を軸にたくさんの情報をお届けしていきます。興味がありましたらチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。